どうも、山上です。さあ、半グレ集団の巣窟 RK の溜まり場に勝ち込んじゃいたいと思いますが、劇場広場の、この建物に溜まってんのかい。タボ、ここだぜ。半グレの溜まり場になってるクラブだ。おう。ああ。でも奥は真っ暗。何の店かもわかんないよ。こんなとこ普通の客とか絶対入んなくないな。ここが仇の世界にぽっかり開いたグレーゾーンへの入り口だ。ああ、ポエマー行こうぜ。アクスたちがいりゃ話も早えんだがな。顔なじみなんでしょ、カイトさん。頑張ってね。話をつけて、穏便にだよ。聞いてる、ゴリラ。受付がちゃんといるじゃん。おい、なんだよお前は。洒落たグローブしてるな。誰の紹介だ。招待されてきたわけじゃねえ。阿久津か相馬はいるか。俺らは八神探偵事務所だ。探偵？ここはクラブでしょ。入ってもいい？うん。来ると思ってたよ、八神探偵事務所。ふん、お前か。ずっと遠くから見てるだけだと思ってた。奥で阿久津さんがカイトを一人となら会うと言ってる。うわ。え？登場会が消えた後、あそこ抜けたヤクザたちは今うちにガンガン集まってきてんだぜ。うわ。なんでかわかるか？知るかよ。ただのチンピラがうちに入ってきても F ランクスタートだ。でも東上界の元極道は最初から組織の中で B ランク待遇だからな。そこあんたなら A ランクで迎えるとさ、海藤さん。あ、引き抜き。チンピラの猿山の中じゃ当然だろうな。だがひとまず俺は話せるやつ大抵だけだ。さっさと阿久津んとこに案内しろや。大したもんだな、肝が座ってる。阿久津さんに見込まれるわけだ。俺は店に入れてもらえないの？てめえはここで殺されねえだけありがたく思え。釣れないな。海藤さん一人だけ奥にご案内か。いくら海藤さんでも一人だけで行かせんのはさすがに危なくないかな。なんで俺は。そうか、元登場会が集まってる。その中に堂島大吾はいるわけないね。6代目が。大吾今何やってんの？渡瀬さんと新しい受け皿作るとか宣言してなかったっけ。ああ、半グレが集まっている。海藤さんが今奪われそうになっている。おめおめと帰るわけにはいかねえぜ。この奥がどうなってんのか、 RK の連中が何人いるかもわからないんだぞ。心配すんなタボ、すぐに済むって。アクスときっちり片付けてくる。でもそういうことだ。入りな。忘れたのか、花絆創膏やら。お前は一回俺に負けている。すぐに戻ってくんだろ。なら俺はここで待たせてもらうよ。ふん、勝手にしろ。海藤さんの悲鳴が聞こえたらすぐ乗り込もうな、タボ。ち目障りだな。おめえもな。まあまあ、そんなこと言わずに仲良くやろうよ。はい。まあ海藤さんは俺のこと大好きだから寝返るとかはないと思うけど。海藤さんが中に入ってから10分。奥で何が起きてんだかさっぱりだな。物音一つしないんだ。約束通り穏便に話してんのかな。下っ端でくすぶっていた元登場会が結局、ランク制を使ってね、秩序保ってやってんだ、RK。戻ってくる気配もなしと。なあ、さ、ちょっとトイレ行きたいんだけど、店の中の借りてもいいかな。ダメに決まってんだろ。じゃあ行きたきゃよそに行ってこい。この奥は紹介がなきゃ入れねえんだよ。あんたも RK のメンバー。なんか景気がいいみたいだね。ああ。どんどん人が入ってきてる。今カムロ町で稼ぐんなら RK に乗らねえ手はねえ。いい女も寄ってくる。へえ、ここでぼんやりスマホ見てるだけでも楽でいいね。うるせえよ。それとも本当に稼げる美味しい仕事は回ってこないのかな。そういうのは A ランクのメンバーで締められちゃう。あんたは見たところ、やっぱ F ランク。ああ、なんだとこら。あれ、怒っちゃった。ごめんごめん、傷つけちゃったね。なめんなよ、この野郎。弱すぎる。F ランク野郎が。悪いな。俺も相棒連れてかれてカリカリしてんだよ。くー。お前は今壁に負けたんだぞ。海藤さんの様子を見に行かないとな。やっぱり一人で行かせるんじゃなかったよ。どうしよう。海藤さんが今奥で裸で縛られていたら、見に行かねば。どうせ俺、ただ待ってるだけなんてできるわけないんだから、そうよね。お預けなんてできない悪い子さんめ。乱歩の方が賢い。行こう行こう。よっしゃ。でも暴れてる様子もないんだろう。阿久津と相馬さんにも愛想が。スティールで行くの？もうさ、かっこよくバーンって行っちゃおうよ。私スティールすごい苦手なんだけど、行くしかないね。はーい。よっしゃ。うん。うん。クラブっつってたもんな。このドアが開いた瞬間にあいつらが見てこないのは、ちょっと、不用心すぎやしないか。受付が一人っていうのもな、舐めすぎだ。まずは海藤さんを探さないと、今は阿久津と話をしてるはずだが。にしても、こいつら全員 RK か？まともに相手するのはさすがにだるいな。勝てはするけどな。それに俺が騒ぎを起こしたら、海藤さんに危害が及ぶかもしれない。海藤さん第一優先。奴らの目を盗んで進む手段を見つけないと。手始めにあの部屋を探ってみるか。了解、プライベート。プライベートドア行っちゃいますか？はい。うん。あ、いろんなお酒がある。やっほい。本当にクラブとしては経営してるの？お、これは使えそうな箱がある。金庫がある。金庫があるぞ。誰もいないみたいだな。本物の小判ビールあり。使えるものがないか調べてみよう。うん、使えるもの。バックヤード。いろんなお酒があるね。キープボトルじゃないね。調査。これは。うわ、めちゃくちゃ高い酒ばかりだな。ここは RK の息がかかった店だ。奴らの懐は相当潤ってるってことだろう。まあ今 RK がカムロ町のボスザルってことか。秋山俊。俊にも会いたい人がたくさんいる。でも誰にも会えない。けど、隣には八神先生がいる。金庫か。中を確かめたいところだけど、暗証番号がわからないとは開けられないな。まあそうだな。うん。なんだ？うん、頑丈そうなビールケースだ。何かに使えるかもしれないが、今は関係ないね。関係ないのか。ビールの樽もいっぱいあって、景気がいいでございますね。カムロ町。これは。これは、配電盤か。配電盤を操作して店内の照明を落とせば、奴らに気づかれずに済むかも。賢い。いや、ダメだ。店の構造がわからないのに、この手は使えない。ダメか。停電させるのかと思ってた。何より海藤さんを探せなくなっちまう。そういえばこの部屋、換気の音がすごいな。どこから風が流れてくるんだ？ヒントありがとう。換気扇？このダクトを通っていくみたいなこと？そういうことしそうじゃんね。違うのか。違うっぽい。なんだここ。ああ、風が、うわー、細かな描写。旗がなびいている。あれは、この換気ダクト。俺でも通り抜けられそうだ。うまくいけば、見つからずに先に進めるかもな。でもあの高さはさすがに届かないぞ。何か足場にできそうなものはないか。もう全部ヒントくれるじゃん。足場にできそうなの？このぐらいの高さなら、ターボならピョンっていけそうだけど。そうですか。脚立みたいなのを探せばいいの？これ？ああ、このケース、ちょうどいい高さじゃないか。試してみるか。お願いします。よっと。よし、いい感じだ。オッケー。ビールケースは何でも使えますね。調査完了ですか？あの金庫開けれないの？諦めが悪い男。調べる。ああ、まあ、なんかヒントあったっけ？ RK、阿久津、わかんないな。まあ、木村くんの誕生日じゃないよね。はい。あ、なんか、すごいお宝が入ってそうだけどな、どっかに。数字のヒントはないのか？配電盤、まあ、ないか。はい、行きましょう。ダクトの中潜入。これならダクトに手が届きそうだ。よし、中に入ってみるか。オッケー。おう。これ八神先生視点ってこと。やだ、視点共有しちゃって。より良い未来を築いていきましょう。オッケー、どんどん先にね。ほこりがいっぱい漂ってますけれども。はいはい、静かだな、店の中が。カイトさんの悲鳴も聞こえてこない。あそこにアイテムが落ちている。あれ拾えないかな。あ、さっきの新顔どこに連れて行かれたんだ。カイトさん。ああ、なんでも阿久津さんがお呼びらしい。マジかよ。じゃあ VIP ルームに通されたってことか。 VIP ルーム、そうらしいな。なるほど、海藤さんは VIP ルームに連れて行かれたみたいだな。俺もあそこには入ったことねえのに。おう、あの新顔何者なんだ。 VIP ルームはあそこか。よし、行ってみよう。説明ありがとう。海藤さんっぽい人いる。おっきなソファーがあるけれど。あそこ目指すのね。分かった。でも結局まっすぐでしょ。音立てないようにね。振りじゃないよ、絶対だよ。あのアイテム拾えないのかしら。まっすぐ行っちゃいます。一本道じゃろ、どうせ。お、あ、バーテンさん。バーテンがいるな。今は準備中ってとこか。半グレのバーテン。あのバーテン、ちょっと俺に似てる気がするな。何を言ってんのあんた。全然似てないわよ。あんたの方が5億倍はかっこいいから。似てる気がする。いいことを思いついた。とりあえずあのバーテンがどこに行くか、後をつけてみるか。うわ、成り変わるのね。ついていくついていく。あのバーテンを脱がして、あんた追いはぎ得意だもんね。あのバーテン、どこ、どこ行くのこれ。あっちに行けないじゃない。こっちか、こっちだ。バーテン、どこバーテン。いた。どこ。あっち行けないのかい。こっちだ。バーテンを見失っている気がするけど、前に進むしかないから、もう前に進む。こっちね。お手洗いか。どうもすいませんね。はい。一発。ごめんな、ちょっとだけ寝ててくれ。やん、そういね CD。 やんと骨格からハンサムで。やーだ、ブリーフ派。似合っちゃう。悪くないな。これなら奴らにバレないはずだ。 RK のこと舐めすぎじゃない。でもバーテンの顔なんてそんな覚えてないか。店内暗いしな。蝶ネクタイも似合ってる。そんなに似合うのカルベさんかあんたぐらいだよ。オッケー。ちょっと待って、一回興奮しちゃうね。鏡に映る俺。あ、なんか落ちてる。ラッキー。ラッキーボーイ。今カメラ起動できないんだ。よかったな。お前の恥ずかしい写真をネットにばらまいてやろうかと思ったけど、オッケー。いいぞいいぞいいぞ。これで歩きやすくなったかな。ここから来たんだ。なんかありそう。話が聞けるのか。大丈夫か。おもむろに近づいて。締め落とすこともできる。聞く。一つ聞いていいっすか。バックヤードにある金庫って何が入ってるんですかね。気になる。さっきの部屋にあったあの金庫のことか。いや、中身も開け方も知らねえな。なんだ F ランク。ただ C ランク以上のメンバーになれば暗証番号を教えてもらえるらしいぜ。へえ、そうなんすね。あ、俺暗証番号知ってるかもしれないっす。何。はあ、どういうことだよ。B ランクの人が電話で話してるのたまたま聞いちゃったんすよ。金庫は RK を数で表した番号で開けられるって。RK を数で表すメンバーの数ってことか。1000人以上いるのさあ。自分にはさっぱり。あと R は18だとか言ってました。R18？ R が18。ダメだ、全然わからない。 R18？ アルファベットの順番のことか。ああ、 ABCDEFG ってこと？ RK を数で表せばいいはずだから。K は何番目だっけ？待ってね。ABCDEFGHIJK11。1811。それに数字を足すのか並べればいいのか。まあ、入力してみないとわからないか。締め落としちゃうぞ。今金庫のとこ戻れんのかな？はい、こんにちは。バーテンダーです。はい。あ、誰も話しかけてこないし怪しまれないな。締め落とすがぴょいぴょい出る。まあ、スティール中ではあるんだもんね。戻れる。開けてみよう、あの金庫。開けた瞬間に、なんか、サイレンが鳴り響くとかそういう仕様じゃないよね。うん。やってみよう。RK、1、8、1、1。どうだ？開いた！おー、開いたぞ！なんか防具もらって、パンツだけかい！しけってんな！金の皿、プラチナの皿が100枚ずつぐらい入ってんのかと思った。せっかくだからお着替えしちゃうか。防具、オッケー。うん。よかった。話聞いてよかったな。オッケー。じゃあ、どんどん VIP ルームに近づかせてもらいましょうか。で、あのアイテムも結局拾えることになると。うわー、やばい、見つかる！これそういうことかい！さっきたまたま金庫まで行けたのは運が良かっただけなのかよ。おーい、どっからリトライだい。たまたま運が良かっただけなんだ。こっからか。こっからやり直しか。変装したとて奴らの視界に入っちゃいけないのか。まじ見られたらそりゃちょっとだけ寝ててくれ。バレるか。だって似てないもん、こんなブリーフやろうと。ターボもブリーフだとしたら、それはそれでありだよ。はい。また金庫。なるほどね。あいつが窓の方を見てりゃいいってこと。ここは通れ、やだなんで負けんの、天帝。本気出してよ。うわー、1回目金庫受けたのマジでたまたまだったんだって。もういいってば。はい、そうかスティール中ってことを忘れちゃってたな。あいつこっち見てんじゃんかよ。なんだよ、あっち向けよ。誰と電話。これ拾っとこう。ナイス。ハグクーム。これ経験値がもらえるやつじゃない？ぽくない？ハグクーム。そうよね。でも体力満タンだから後でいただこう。うましかて。何あいつ。あれ、後ろ通って行けたの？なんで俺さっき行けたんだろう。金庫の方に。もう行けないのか。二度と行けないの。こっち見てない？あいつ。ピュッピュッ。よし。締め落としちまえよ、あんなやつよ。はい。で、金庫を開けて、VIP ルーム行きたいと思います。そうか、これは大変な作業だ。なんだっけ？ 1、8、11、RK。まあ、レッドナイフって意味か。みこしばくんの首を切りつけた。あの赤い刃、復讐の刃、レッドナイフ。絡んでんだろうな、いろんな事件にな。はい、気をつけて。天帝気をつけて。あいつは今どっちを向いている？この視界に入らないようにこっち壁沿い歩いていけば行けたんだ。簡単に行けたんだわ。で、誰の視界にも入らないようにってこと。あそこ行っていいのか。階段降りるしかないよな。こっちお手洗いだろ？うん。はい、バーテンダーが階段を降ります。降りさせてもらいます。よし。なんだ？VIP ルーム近い。もうヘマは打たないでね。下にも。クワナっぽいやつがいるなって思ったら違うやつか。そうか。準備中で機材がいっぱいね。結構な人数がいるな。さすがに全員に囲まれたらまずいことになる。ここは慎重に、変装に気づかれないようにしないと。おい、あんた！何かご用でしょうか？ハンサム。ふざけたこと言ってんじゃねえ！さっき酒持ってきてくれって頼んだじゃねえか。ただのアル中。酒ですか。なんだ、忘れちまったのか。俺のボトルだよ、ボトル。いえ、すぐにお持ちします。何？ちょっと待て、待つ時間が惜しい。やっぱボトルはいいや。そこでカクテルでも作ってくれ。かしこまりました。シェイカー振っちゃう、ターボ。仕方ない、ここは言う通りにするか。待てよ、これはチャンスかもな。強い酒を入れて寝かしちまえば敵の数を減らせる。そんな乾杯グビグビグビすやーってすぐ寝るやついる？どんだけお酒弱くてもや、物は試しだ。やってみるか。酔わせちゃうぞ、今夜は返さないぞつって、はあ、お酒作るのか。お酒を振る舞う。シェイカーフルターボーはこのカウンターは中にどうやって入れば？どっかに扉があんのかな。お酒を振る舞いましょう。ああ、うわー、うわ今夜夢に出るぞ。こんなかっこいい顔見せられて私はどうしたらいいんでしょうか。もう酔っ払っちゃった。どうぞ。今夜は帰りたくない。ご満悦だ。すでに千鳥やし。あ、寝ちゃったよなんとか切り抜けたな。すごいなターボ、カクテルも作れちゃうなんて。こいつには変装がバレなかったけど、あの門番はちょっと手強そうだ。二の腕がもうボンレスハムみたいだもんな。あれをなんとかしないと VIP ルームに入れない。反対側の物陰に誘い込んで仕留めるか、狩人さん。ってことはフロアを横切る可能性があるな。ちょっと何言ってんのか全然わかんない。もう一回言って。フロアを横切る。まずあの門番を門番のとこまで行けばいいのか。ターボ、自分の中で解決したな。あそこを通りた。まあそうだよな。ここ突っ切っちゃえばいいわけ。まあ誰にも見つからずにあっちに戻りつつ、全体像が見たいな。あそこ行きたいわけで、あそこの門番のところに。だから誰の死角にも入らずに行けばいいんだ。今行けますか？あ、いやいや、見つかったなんてこったよ。なんで負けんだよ。ごめんって、スティールほんと苦手。どっからですか？またブリーフから。あ、こっからでよかった。優しいロスじゃ、ほんとによかっただ、反対側の物陰に誘い込んで。誰に？今、門番に見つかったよな。今、これ今通っていいわけ。あそこね。あそこに行けよかったのね。オッケー。どうやって？あいつずっと横見てるじゃん。ここは通ってよし。あそこにもう駆け下りちゃっていいのかな？ずっと見てるもんね。はい、ダッシュ。あ、入れたわ。普通に入れた。あ、なるほど。こっからがスタートだ。さっきはスタートラインにも立ってなかったんだ。コインを久々に投げます。俺の自腹です。んで、あいつがコインに気を取られてる間にこいつ締め落とせ。いや、無理じゃない。締め落とせ。もういい。はい、すぐに締め落として。はい、殺して。いい香りしそう。ターボー、バーテンのターボーはまたエッチな匂いがしそうだ。で俺どこに行くの今から？あそこね。ありがとう。そうだよな、反対側の物陰に。今がチャンスで、あいつどうしてやりましょうか。あそこもコインだ。これも自腹です。あ、オッケーでコインを拾いに行きなさい、貧乏人が。この貧乏人がよ。はい、後ろから背後から静かに近づき締め落とします。オッケー。負けない。俺は不意打ちなら誰にも負けない。はい、優しいよね。後頭部打たないようにしっかりさ。片付いたな。もう首の座ってない赤ちゃんのように敵を扱う。で、次どこ？あそこね。了解。見つからないようにはこっち見ないで。あそこも行っちゃっていいのか？あ、後ろ向いてるラッキーボーイ。あ、これ拾ってこう。オッケー。目くらましの粉はどうやって投げるんだっけ？コインでいけんのかこれ。目くらまし粉。目くらましやっとくか。ほら、ボールボン。で、今しい RK の門番を締め落とします。はい、ナイス。なんで目くらましこが落ちてるんだ、このクラブは。はい、 OK です。屈強な腕してお眠りなさい。お、VIP ルーム来ちゃいましたよ。 OK、 スティール完了。ふう、長い道のりだったぜカイトさん。でもカイトさんのためなら安いもんだ。ああ、こいつあいにくだったな。あ、あれカイトさんか。俺はお前の下につくほど安かねえんだよ、別にわざわざ探偵やめる必要もねえんだよカイトさん。ダイムちゃん、ただ必要な時に必要なだけ RK に協力してほしいってだけだ。笑わせんね。それが十分鬱陶しいっつってんだ。いつまでもカッコつけてんだよ。こっちも部下の目があんだ。こんな袖にされたんじゃ顔が立たねえ。顔だのメンツだの、結局ヤクザじゃねえか。登場界の後釜にでもなろうってのか。お前と相馬で仲間なら他にもいる。極道崩れとチンピラのガキでもだろ。そんな寄せ集めで何ができんだ。だからあんたを誘ってんじゃねえか。元近江もいるのかな。寄せ集めを鍛えてやってくれよ。睨みの利く心強い仲間が欲しいんだよ。相当買ってるんだ。クズどものお目付け役をやれってか。興味ねえ。神室町の裏社会はまだまだ金になる。そこにもう登場界の極道はいねえ。俺らだけでいくらでも食い荒らすことができんだ。でたっぷり稼いだらその後は堅気に戻って悠々自適よ。堅気に戻ってだと。おうよ、何か自分の好きな店持つとか、初恋だった女と初対持つってのもどうだ。極道にはできなかったことだ。だったら俺へのこの勧誘は何だ。一度裏の世界に足突っ込んだ奴はそのしがらみから逃げらんねえ。俺を世間知らずのガキどもと一緒にすんな。どうやら話の種も尽きてきたみてえじゃねえか。お前らがどんな組織立ち上げようが俺は知らねえ。だがこれ以上つきまとってくるようなら遠慮なく叩き潰す。もう俺らに構うな。頼もしい。俺らねえ、もしかして相棒に遠慮でもしてんのか。なんだったら八神も入れてやるさ。もう構うなっつってんだぜ。そりゃお前の態度次第だろう。仲間にならねえ奴は敵とみなす。バカと組む気はねえ。そうかよ。おい、みんなここに集めろ。ええ。ああ、全員こっち。ハイターボ登場。来ちゃったよ。こんなことになるんじゃないかと思ったからさ。てめえ。俺はお前がここに来ることまでお見通しだったぜ。かかってこないならもう行かせてもらうけど。行かせるわけねえだろ。ああ、素人がそんなもん簡単に出しちゃって知らない。お前らこそ何にも分かっちゃいねえ。もうこの町は俺らのもんなんだよ。誰がお前らの町だって。バカ言ってんじゃねえ。まだ俺の許しが出てねえだろ。うわ、怪盗さんかっこいい。え、そんなに仲良かったのダイムちゃんと。ああ、まあやるよ怪盗さん一人で、ね、そんなことさせないさせないよ。だってこれ今あいつの武器もらえんのかな。流れで行くことは愚か。うわー、ダメか。うわー、武器奪えないんだ。分かった、了解です。うわー、せいやさん、怪盗さん。いやー、カイトさん俺裏切らないって分かってたよ、分かってたよ。よいしょよいしょ、はい、ぴょん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 。カイトさんに手を出すんじゃねえ、これ一体じゃねえか。弱いな RK。 あるいつの間に着替えた。そういえばターボバーテン姿で戦ってくれてもよかったんだけどな。はーい、カイトさん協力しよう。共闘ヒートアクションを出そう。行こうぜ、俺を狙ってる。え、相馬くんとも仲良しだったの。まあ、肩着に戻す。そんなうまくいくかよってんだよな。黒の世界の匂いを消すことがどれだけ大変か私はいろいろ知っている。まだ俺の許しが出てねえじゃん。好き、守って大きな背中。怪盗さんがいてくれてよかったな。でも海藤さんは八神天帝がそばにいたことでうまいこと堅気には戻れたのか。まあ堅気っていう格好じゃないですけどね、そのガラシャツね。あ、海藤さんとなかなかヒートアクションが出ないな。ダイムちゃんは今夜は見てるだけか。相馬和樹さんとやらは今はこのクラブにいないんですか。ああ、俺たちを見張ってたのは海藤さんをスカウトしたいから必要に誘ってたもんな。モテる相棒がいるってのも難儀なもんだよ。心配になっちゃうこの色男。ブースト状態ではい、おいしょー、ナイス、キャーすげえかっこいいんですけど、一生そばにいてください。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。お前も来いよダイムちゃん。はい、そうそう、ああやっちまおうぜ。あ、パーティーの始まりだ。 BGM を上げろ。うわー、めんどくせえな。いっぱいいるな、なんかいっぱい武器持ってるじゃん。カイトさん休んでないで。こいつ復活早、スタミナいつの間にか飲んだな。お前許さねえからな、怒ったからな。よいしょ、ピョンっつってピョンっつって。ああ、いいいいいい。あ、カイトさん待って待って、カイトさん、そうやって敵をつかむなら俺に言ってって言ったよね。オッケー。うわー、うわー、え、この後ダイムちゃん来るとしたら結構やばいか。体力温存しながら行こう。なんか落ちてないのかこの店は。チャカとかもないのか。チャカをよこせ。チャカがないならテーブルでよし、えい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 、テーブルでドン、海藤さんが頑張ってくれているならば俺も頑張らねばならんよな、はいはい、どうぞ。よいしょ、はいって後ろから。あー、なんかもらった。これ使っていい？海藤さん使っちゃうね、よいしょ、カナダオッケーはい、次バット、どんどん武器を使う、よ。ありがとうございます。おーい、ほら寝てんじゃねえよ。お前 C ランク？ね、すごい来るわ海藤さん。これは早めに外出た方がいいんじゃ。あいつボス格だ、やべえ。ターボ気をつけて。ボス格どこ行った？あ、後ろにいます。危ねえ。海藤さん、ザコを任せていいか。俺ボス格が来そうな気がするから震えてる、震えて待て。うわしゃ、あいつ今味方のこと投げなかった。味方すら武器にする RK。 ういしょ、あ、くるターボくるって言ったじゃんかよ。もう怖いよもうあの強烈タックルは何回受けてもうまくならんねえ。あ、ザコを早めにやっつけちゃわないとやばいのか。あ、そいつは雑魚じゃない。よいしょ、あい、くるターボ逃げて逃げながら殺せ。回復しちゃおう。ターボやばいわ、ぜ。ダイムちゃんにけしかけられてあいつパワーアップしちゃったよ。こういう時に育むじゃない。経験値ももらいながら。あー、戦薬の存在忘れてた。戦薬使ってボコ殴りにしちまうか。ちょっと待ってくれよダイムちゃん、お前も来いって。これで振り出しだ。カナダ。あ、うわ、くるくる。よし、オッケー、決まったか。よっしゃ、いけた、ナイス。オッケー、終わった。あ、お前がカナダか。はあ、さっきのは門番ってやつか。カイトさん休んでないでお願い。行って。ザコ俺を狙ってる。あ、くる気がする。うわー、うまくいかないな。致命傷が本当に怖いわ。一撃でこれだもん。もうでも2人だから。俺カナダに集中していい？海藤さん生かしたから。もうなんだこの円形は。戦いにくい。うわ、殴り合いだ。来いよタックルしてこいって。来い。来たー、決めた海藤たん。あとはザコはよろしくお願いします。2対1でもうちのゴリラちゃんは強い。あ、なんか武器持ってきてる。石崎てめえ。なんとかだな。大人数制はパニックになっちゃうな。海藤さん言ってくれってよ。背中合わせで戦おう。俺たちはずっと一緒、相棒だからな。いけ海藤さん。フィニッシュは2人の力で決めたいけれども、行くっきゃねえな。振り回して、はい、今こいつガードして、しっかりガードして。うわー、終わったー、オッケー、ヘイ、ふぅ、強い。いや、ダイムちゃん今日来るとしたら結構やばいかもしれない。やばくないけどね。お強い。頭数揃えたってこのざまじゃな。何か言いたいこともあるか、阿久津。あんたらのスタンスは理解したよ。ならもう俺らにつきまとうな。ああ、いいよ。分かった分かった。それでいい。なあ、阿久津。そうま。なんでここに。いつからいた？来たのは今。ああ、こりゃむちゃくちゃだ。うわー、RK リーダー相馬和樹、寝返りそう、寝返りそうなくらい顔がいい。 RK のリーダーそうだ、そうかだと思った。お前、分かった分かったってなんだよ。何にも状況分かってねえだろうが。海藤さんに勧誘断れたんだろ。でそちらは八神探偵事務所の所長さん、何年か前までは弁護士、今は海藤さんの相棒だ。スマート。現場は俺に任せるんだったろう。お前は簡単に出てくんな。それだとお前に好き勝手されちゃうじゃん。たまには俺も顔見せて締めなきゃ。風邪かい？花粉症？埃っぽいとこうなるんだ。ああ。組にいた頃はよくこれで親父たちに殴られた。汚ねえ音出すんじゃねえって。で、噛まずにほっとくと。今度は鼻垂らすなって殴られんだ。うわ、おやくざ。ああ、そうそう、やっぱりあんたと一緒にやりたかったな、海藤さん。あんたもだよ、八神さん。いつかあんたらに入っとけばよかったと思われるように RK をでかくする。見返してやる。だけど当面そっちにはお構いしない。これでいいか。話が早くていい。マジで言ってんだぞ。リーダーってのはそうでなきゃな。帰っていいんですか？まだ何か？今日は街であの写真の男は探してないの？ほら、手下たちに探させてたやつ。ガールズバーのマネージャーだっけ？うん。何年か前にカムロ町から消えたって。検証機。あいつのことはもういいのか？ああ、かっこいい。どうやらもう死んでるらしいってとこまで分かった。殺されたんだな。あえ、好き。最初からカムロ町で急に姿消えたってやつだし、別に驚きもしないよ。今ハンサムの過剰摂取で死にそう。どうも少しだけ気になってたんだ。どこ見てもハンサム。お役に立てたよ。どっち向いてもハンサム。そう、若すぎ玉木宏。ふわー、画面がお花畑だったもんね。ああ、かっこよ。相馬和樹めちゃくちゃかっこよかったんですけど。顔が好きです。あ、ターボーももちろん好きなんですけど。思ってたより侮れない感じかな、RK は。メンバーはほとんど素人みたいなもんだったけど。トップが強い。さっきの相馬が、元登場界のはぐれもんを積極的に引き入れてるらしい。でもそれも受け皿になって、そいつらが詐欺やら切り取り、叩きなんかの手口をチンピラに伝授してやってんだと。闇仕事のハローワークだ。主要メンバーだけなら50、だが一度でも関わりを持ったやつを全部カウントすりゃ2000は超えてるらしい。話半分でもなかなかだね。今この街は極道の次を誰が取るかって時代だ。 RK の他にも半グレたちが隙を伺い合ってる。カムロ町の平和もそろそろ期限切れってとこか。おお、びっくりした。電話か。沙織さんだ。もしもし、白崎です。すみません、お待たせして。痴漢被害者の住所とプロフィールが見つかりました。ああ、間宮さんだっけ？間宮結衣さん。ええ、東池袋のマンションに夫と子供の3人暮らしです。あら、これからアポなしで行きます。分かった。じゃあ俺も一旦そっちに戻るよ。了解しました。お待ちしてます。聞こえてたぜ。行ってこいやタボ。そっちに俺の出る幕はねえだろうしな。そんな相棒。分かった。終わったら事務所に帰るから。相棒。怪盗さん、やっぱ怪盗さんおヤクザさんだったんだよな。あれでビビらない。ああ、一人で堂々乗り込んでいってさ。いや、なんだバズってるっぽいぞ。今はこの話題がバズってるな。ゆるキャラ大量発生とかね。ゆるキャラの話題がなんかバズってるね。カムロップか。カムロップがいるっぽいゆるキャラ大量発生とかね。え、なんだこれ。着ぐるみの展示即売会なわけないか。めっちゃゆるキャラ並んでんだけどウケる。カムロップファンにはたまらん光景だな。マジかよ。児童公園にゆるキャラか何かいるのかな。大量発生ってちょっと気になるな。気になりすぎるだろ。先生知ってるか。私はカムロップの大ファンだ。うるせえ。あ、乗れるんだ今。スケボー乗れるっぽいわ。なんだ、移動がやっぱり楽ちんでございます。ああ、海藤さん、こういうことがあるからそばにいてくれって言ってんだ。可愛い俺がやられてもいいのか。やば。もう相馬和樹が頭から離れん。はあ、ちょっと待ってね。うわあ、2人。ああ、もう右見て左見てだもん。右見てターボ、左見て玉木宏。もう幸せすぎた。あの空間もう危なかったね。 RK 入っちゃうとこだったわ。まあ、私たちの世代から言ったらさ、もう千秋先輩のさイメージが強いわけじゃん。で、今半グレ集団のリーダーやってんだって。もう中の人で呼んじゃうけど、木村君も玉木さんもさ、声がいいんだよな。顔も声もいいんだよ。神は彼らに難物を与えるんだ。二物どころじゃないね。はい、カムロップ大量発生してるそうなので、サイドケースかな、向かいます。あそこの阿久津と相馬も相棒って感じか。いいバランスだよな。見るからにフィジカルと頭脳って感じで、 RK 好きです。